EB110 は自動車メーカー、ブガッティアウトモビリースピン A が製造、販売していたスーパーカーである。ブガッティの創立者である、エッドー・オレブガッティの誕生からちょうど110年目の1991年、フランスのベルサイユとパリ近郊のラデファンスにある高層ビル、グランダルシュで同時に EB110GT を発表。社名は、エッドー・オレブガッティのイニシャル EB と、 生誕110年の110を取って付けられた。資本を集めブガッティブランドを手に入れたロマーノ・アルティオーリが経営者となり、エンジニアリングはランボルギーニ・カウンタックの設計者であるパオロ・スタンツァーニが、スタイリングは同社のデザイナーであるマルチェロ・ガンディーニが担当することになった。しかしながら、開発途上においてアルティオーリと方向性について、対立が生じ、 相次いで開発から外れることとなる。エンジニアリングは、フェラーリ海40の開発で知られるニコラ・マテラッツが、スタイリングは、アルティオーリの親族で建築家のジャンパオロ・ベネディーニが、それぞれ引き継いだ。排気量 3499ccV 型12、キト d OHC60 バルブエンジンに4機の、石川島春馬重工業製ターボチャージャーを装着し、ミッドシップに、 縦置きに搭載している。1気筒あたりの排気量が少なく、ボアストロークは 81mm56.6mm、mm、とショートストロークであるため、8000rpm で最高出力 560pps を絞り出す、超高回転型のエンジンに仕上がっている。組み合わせられるトランスミッションは6速 MT で、長い V12 の横に並行して配置される。駆動方式は、 作動制限機能を持つトルセンレフを使用する機械式フルタイム 4WD である。車種は炭素繊維強化プラスチック製でフランスの航空機メーカーアイロスパシアルが生産を担当した。カーボンモノコックシェルに被さるボディ自体はアルミ合金製である。当初スタンツアーにはロードカーとしての耐久性と修理の確実さを理由にアルミハニカムパネル組み立てによる車種を主張したが 先進技術の投入を主張するアルティオリの意見で CFRP が採用された。かつてスタンツァーにが設計したカウンタックはプロトタイプでモノコック構造を採用したものの重量と合成を両立できなかったため量産型で交換によるスペースフレームに変更された経緯があり EB110 へのモノコック車種の採用はそのリベンジの意味があった。 またスタンツアーには縦置きエンジンの前にトランスミッションを配置したカウンタックの問題点を克服するため EB110 ではエンジンとトランスミッションを並行させる配置を採用した。また左右の2つの燃料タンクを接続するパイプを廃止し、それぞれのタンクは V12 エンジンのそれぞれの側のバンクを受け持つ左右独立燃料供給システムとした。このように かつてのカウンタックで発生した問題点を克服するための設計を積極的に採用している。オーディオは中道の特注品が用意された。エクステリアデザインは当初マルチェロガンディニの手に委ねられ極ヒューラーに進行、前行を抑えた低重心フォルムにシザードア、室内のスイッチからもコントロールできる速度、関応式の可変リアスポイラー、V12 エンジンを奥に望むガラス製の エンジンカバーなど、当時のスーパーカーで流行していたデザインを多く取り入れていた。実は、ガンディーニが一番行いたかったことは、カウンタック最大の問題イコール空力の解決である。20年に及ぶ空力に関する研究の結果を投じたスタイリングは実行があり、ガンディーニが描いたスタイリングのシルエットそのままで、時速 340km に及ぶ最高速度での 安定性を実現できている。彼もまた、スタンツアーに同様に、カウンタックの問題点へのリベンジを果たそうと、意気込んでいた。EB110 の原案を踏襲したマセラティ・チュバスコ。しかしながら、ブガッティの再来としてのキエーザを求めるガンディにと、ブガッティの後継者としての伝統と、流麗さを求めるアルティオーリとの対立は、決定的となり、ノーズに、 バテー系アインテークをつける修正を拒否して決裂。ガンディーニは EB110 のデザイナーから外されることとなった。途中からザガートによるモディファイが進められ、このガンディーニプロトタイプと市販モデルの間に少なくとも4種類以上のプロトタイプが確認されている。これらのモディファイモデルはガンディーニに対抗できるレベルのものではなく、最終的にガンディーニが提出していた。 修正案をベースに公認のベネディーニが車体の前後を中心に形状を整えたものが最終型となった。ガンディーニの案が経営層に受け入れられなかったが周囲で作った対案のレベルが低くガンディーニ案を調整して量産案を作るという流れはクライスラー参加で進んだランボルギーニ・ディアブロにも見られた。腹を立てたガンディーニが 破棄された原案を踏襲したモデルを他社に提案するという流れも同じで EB110 ではマセラティチュバスコがディアブロではチゼータ V16T が原案の姿をむしろよく示しているその結果同時期に破棄されたはずの原案が滑らかに整えた姿で登場してくることになりガンディには似たような案を使い回しているという悪評が立つ結果となった 1992年、エンジンの出力を向上し、車体を軽量化した EB110SS を追加。SS とは、スーパースポーツの頭文字である。エンジンの最高出力は611馬力に達し、最高速度は GT の重速 342km に対して、時速 355km であった。また、GT では、可変式であった。 リアスポイラーが固定式となり、異なるホイールが装着されているなど、エクステリアにも変更を受けていた。1995年、ブガッティアウトモビリ SPA の倒産と共に生産を終了、他にも4人乗りモデルなどを発表していたものの、結局同社がブガッティブランドで製造した唯一の車種となった。倒産時に製造中だった車体やエンジンは、 破産完済人からドイツの企業が買い取り、後にイタリアの自動車メーカー B エンジニアリングがエドニス V12 を製造する際のベースに使用した。同じくまた製作途中のままだった6台分の車種は倒産後にヨッヘンダウアーが購入し、ダウアーブランドで製造が続けられて販売された。これはノーマルの EB110 のボディパネルをカーボンファイバーのパネルに改め、 大幅な軽量化が図られている。レーシングドライバーのミハエル・シューマッハが、部学期倒産以前にオーダーしていたうちの1台が、ダウアーブランドとして納車されたという。EB110SS1996 年に、元会一チ,チャンピオンフィル・ヒルの息子である、デレク・ヒルが、e、EB110 で、デートな24時間レースに出場した。この他にも1995年前後には、 パトリック・タンベイやジールド・パランカ・パストール等が、プライベーターとして、BPR グローバル・エンデランス・ GT 選手権や、ルマン24時間レース等にエントリーしていたが、結果は残せず、姿を消している。日本では、ニコル・オートモビルズが、正規輸入元として、販売を行っており、高価な上にバブル景気崩壊後にもかかわらず、複数台が輸入された。また、 式場総基地がアドバイザーとなっており、自身も1台を入手しており、イタリアで開催された公式イベントにも出走していた。カーグラフィック氏が1994年に EB110GT を日本自動車研究所の旧ヤタベコースに持ち込み、フルテストを行っている。車両の速度に対してオーバルコースのバンク半径が小さいため垂直荷重が課題となり、 終始タイヤに気を使いながらのテストとなった。1気筒あたり、9気に、排気3ロゴバルブ名車列電部ガッティ EB110GAZOO.com による解説と、初言評価のエドニス V12 は、EB110 の開発に携わったメンバーを中心に開発されており、設計主任は、マテラッチである。1994年6月号ロードテストナン、no. バー345。 機器の不調により制動テストのみ割愛。ありがとうございます。